皆様、お久しぶりでございます。阿部達です。はい、撮りました。いつぶりだろう。もう1ヶ月以上普通にこういう動画を出してなかった気がするなんかね、ずっとちょっとねタイミングを失ってまして、もうショートばっかり上げてたんですよ。まあちょっと編集のね隙をねちょっと見計らってたんですよ。というのも今次女がね生まれて、で奥さんがその里帰り出産して戻ってきたタイミングでもあったんですよ。でそこでまあいろいろとねお手伝いとかしてたりしてる中で、ちょっとどうやってこのね YouTube とこう向き合っていこうかなっていうのを探ってた時期でもあり、なかなかねちょっと動画を、作ることができませんでした。はい、その代わりその過去のね動画切り抜きの、まあ、ショートとかを TikTok とかその YouTube ショートとかでまあ上げてた感じです。はい、楽しみに待ってくれてた人もいると思うんですけど、お待たせしました。はい、まあ、またここからねちょいちょい出していけたらなと思っております。はい、で、今日はですね、9月の8日に撮ってるんですけど、皆さんご存知の通り iPhone の発表が、あった日でございます。で僕もね発表があったリアルタイムで見れてないのと、実際にそのイベントの内容見てないんですけど、まあ、Apple のね公式サイトとかを見つつ、あと他のニュースとか見つつ、まあ、今回の、ね、iPhone14 についてねいろいろちょっと見てみました。で僕が今使っているのが、iPhone12 Pro になります。ちょうど2年前のモデルです。今13なんでね。で僕12使ってて、今回14が出たということで、僕自身は買おうかなとは思ってたんですよ。で、まあ、どういうのが出るのかなっていう楽しみにしてたんで、ほぼほぼもう買えるんですけど、買うんですけど、その中でもどれにするのかっていうのもちょっと決めつつ、あとはどういう商品になってるのかっていうのもちょっと一緒に、公式サイト見れたらなと思います。はいはい、というわけでこちらが、この公式ページになります。はい、今回 iPhone14Pro、 iPhone14 というね、ラインナップになっております。はい、で一番最初に出てくるのはこちら iPhone14Pro。 プロを変えた、プロの先ってあるんかっていうねちょっと突っ込みたくなる文章なんですけども、プロを超えたプロだそうです。で、価格が、149,800円から高いね。で次が、iPhone14 ビッグと超ビッグ。今回あれだよね、まあ、14プロは普通のプロとプロマックスで、14が、14と14プラスっていう、感じになって、ミニが今度なくなってって感じですよね。でこっちは119,800円からということで、まあ割と据え置きみたいな価格帯ではありますね。はい、で、じゃあ14から見ていこうか。iPhone14、 はい、ビッグとちょカクカクしてる、ビッグと超ビッグ、14と14プラスですね。はい、インチ数が 6.1 インチと 6.7 インチと、ちょっとね僕のパソコンがねカクついております。なんかバッテリーの最長バッテリー駆動時間っていうのが今出てくる。これさ重くない？どうした？俺画面あれしてるからかな。まあ電池持ちがいいと。であとは、暗い場所での撮影も美しくみたいな感じになってると。なんかすごい、うわすごいなで、こちらは、14が9月16日発売で、14プラスが10月の7日に発売ということで、色が5色、なんかまた4月とかに新しい色とか出るのかね、わかんないけど、これで見るとなんか水色とパープルが割と新色チックな感じなのかな。航空宇宙産業レベルのアルミニウム、はい、結構強いアルミニウムだそうですね。はい、で、好きな写真でフォントでウィジェットであなたの好みに iPhone にっていうことで、結構なんか今回その iPhone の OS があれなのかな、これそうだね、iOS16 でできるっぽいやつで、なんか時計のね文字盤とかフォントを変えたりとか、あとそのロック画面にウィジェットを表示させたりとか、そういうのが今回できるようになってるっぽいですね。これ多分 iOS16 だから他のとか12とか13とかでもできるのかね。16にしたらできそうだよね。まあ、こんな感じでできますと。結構これ面白いよね。であとこれね気になるのがこれなのよ。衝突事故検出、あなたの代わりに助けを呼びますっていう、やつなんですけど、なんかね事故った時に iPhone が認識して SOS の緊急電話を発信してくれるっぽい。これってさ日本まだやってないんじゃなかったっけな、確か、わかんない、その辺の仕様が全然出ておりませんが、日本でもできんのかね。なんかできなかった気がする。できるのかな、ちょっと調べておきます。で iPhone14 プラスのバッテリー、は iPhone 史上最長ということで、iPhone
14プラスがすげえバッテリー持つよということですね。 iPhone 史上最長だから、だからプロよりもワンチャン長えってことだよね、バッテリーが。で、超ビッグなスーパーレティーナ XDR ディスプレイを搭載ということで、解像度がまた上がってんのかな。で、この後ちょっとプロの方でも多分違いが出てくるんだろうと思うけど、まあこんな感じです。はい、さあそして、iPhone 14 Pro の方ですね、見ていきたいなと思います。はい、こんな感じですね。はい、結構ね今回の色、このディープパープルっていうのがね結構ね綺麗っぽいんよね。プロを超えたプロ、プロを超えたプロってなんやねんって話なんですけど、今回の色が4色、これもまたなんか4月とかにね新色出そうな気がしますが、ディープパープルっていうのと、ゴールド、シルバー、スペースブラック、このディープパープルいいね、耐久性をデザインしました。医療に使われるレベルのステンレススチール、だからもうステンレススチールも丈夫ですよということですね。で、ここはこのね iPhone 14 Pro に多分だけついてるっぽいやつなんだけど、インカメラの部分がなんかこう表示変わって、ここでなんかいろいろ操作が同時にできるみたいなやつなんですよね。で、それを実現するためにそのインカメラのねカメラとかもちょっとこうサイズちっちゃくして操作しやすくしたみたいなのもあるっぽい。で、俺これ最初見た時その思ったんが、僕MacBook Pro の2016年モデル、タッチバーモデルのやつ持ってるんですけど、それにすごい似てるなと思った。あんまりね知らない人の方が多いと思うんだけど、そのタッチバーのやつね、下にあるのよ、F1 とか2とか3とかのラインにが液晶になってるのね。で、そこでいろいろこう表示が変わるんだけど、そこに例えばその音量ゲージとかが出たりとか、あと動画編集とかしてたらそこにクリップのその再生のやつとこう指でなぞれたりとか、そういう風に変わるんだけど、なんかそれに近い感じがしてて、別の操作しつつここで他のところもいじれるみたいな感じ。人によってはすげえ便利なんだけど、人によっては一度の画面に出てくる情報量が増えるから、いや何これめんどくさうざってなるかもしれないんだけど、俺は別に今んところこれを見た感じだとまあうんなるほどねみたいな感じ。なんとも言えんけど。あとはまあこれは一緒ですね、 iOS16 なんで、まあ、ウィジェットが表示できるっていうところと、まあ、1日中使えるバッテリーと書いてあるんですけど、多分なんやかんやしてたら、ね、1日持たないでしょうって。まあね、そんな感じです。で、これも一緒だね。で、ここはね多分ちょっとね14プロ独自っぽいんだけど、設定時の明るさが最大2倍になったディスプレイ、あっぱれって書いてあるんですけど、これはね、このね違いってところにね書いてあるんですけど、ピーク高度が2000ニットロ、ニトにアップしましたって書いてあって、まあ、そのスマートフォン上のその画面の、高度っていうのがプロだとこういう風にフレッシュレートとかも変換できるっていうのもあって、明るく表示できるという感じっぽいですよね。そういった意味ではゲームのやりやすさだったりとか、あとは日中使う時とかも、まあ、見やすいよねっていうのはプロにはあると。で、衝突事故検出はなったのか、あれに助けを呼びます。はい、これも一緒ですね。で、個人的にめっちゃ気になったのがカメラです。ここ、プロカメラシステムが進化、これぞプロの進化。新しい、先進的なクワッドピクセルセンサー搭載の48メガピクセルメインカメラ登場ということで、今までずっと、カメラの画素数が12メガピクセル1200万画素だったのが4800万画素に上がる。で、センサーもでかくなるのかな、これ。そうね、そうだよね、多分センサーもでかくなるっぽいので、まあこれあんまり一般的に使うかって言われたら微妙なんだけど、僕個人的な話でいくと、やっぱこういう風に動画を撮るじゃないですか。で、動画を撮るときに、サムネイルとか作ったりとかもそうだし、あとは動画内で、まあ、クロップって言って拡大したりとか、あとそれこそその、サムネイル画像を作るときに切り抜いてそこ拡大したりとか、まあ、そういうのがあるんですけど、ほとんどはこの今一眼レフで撮ることがほとんどなんですが、まれにやっぱ iPhone で撮ることもあるんですよ。で、そうなったときに、まあ、その拡大するとですね、やっぱり粗くなるんですよ、なんやかんや。いろいろ、まあ、場所とかね、いろいろ条件によって変わるんですけど、だいたいやっぱ粗くなるんですけど、
あのこの画素数が高いことによって、それがちょっと軽減できるっていうのが個人的には嬉しいポイントになります。これはめちゃめちゃいいなと思いました。 iPhone13 Pro よりも、65% 大きいセンサーということで、まあ、カメラのセンサーが大きくなることによって明るく撮れるし、かつ、ピクセル数も上がり、拡大しても大丈夫みたいな感じ。シネマティックモードが 24fps の 4K HDR 撮影に対応。ぶっちゃけシネマティックモードで 4K を撮るってことがほぼほぼありません。このアクションモードっていうのを使えば手ぶれのない滑らかな映像に。手ぶれをさ補正するためになんかジンバルって、こう画面をね、この本体をこう浮かせるなんか手持ちのスタンドみたいなのがあるんですけど、あれやって初めて滑らかになるんですけど、やっぱ手持ちで撮るときってさ、なんかこう動かしたらブレるんだけど、それが本当この本体だけでできちゃうっていう感じですね。これはね、動画撮ったりとかするときにはめちゃめちゃありがてえ。あとね、F 値もまたちょっと下がってるっぽいんよね。であとは、セルフィー、まあインカメですね。インカメも性能が向上したと。で、まあ明るく撮れるようになったっていうのが一番向上したところなのかな。はい、明るく撮れるようになったことによってより綺麗に撮れるというところですね。これもぶっちゃけだから、こういう動画を撮って SNS とかアップしてる人にとっては、ね、自撮りで撮った方がさ撮りやすいわけじゃん。 iPhone で撮るときこうやって、でその時にこっちのカメラの質がやっぱりこっちと比べて若干違うから、やっぱこう荒くなるんだけど、それがまあ明るく撮れることによってよりまた綺麗に撮れるということですね。まあ、でも動画になったらどうなんだろうね、これ変わる気がするけどね。なんか明るい撮影機能とは言うものの、動画にしたらどうなんだろうっていうところは、ちょっとあるけど試してみたいところはあります。そして、今回、iPhone14 Pro に入っているチップが A16 Bionic、まあ、これ最新チップなので、まあ、処理速度とかはもうもろもろ速いでしょうというところですね。でバッテリーが、最大 Pro Max で29時間のビデオ再生、14 Pro で23時間のビデオ再生というところでございます。14と14 Pro の比較を出してちょっと最終決断をしていきたいなと思います。はい、というわけで、最終決断をしていきたいと思います。左から、14 Pro で、真ん中が14で、右が13 Pro と並べております。はい、でここはまあ画像サイズは一緒ですね。はい、で、さっき言ったそのタッチバーみたいなやつがついてるのが14 Pro だけ。はい、でカメラ、そうですね、意外とやっぱ13 Pro と14比べた時にほぼ一緒なんだけど、14の方がインカメ強いよねみたいな感じになってるね。でカメラ自体は一番最強なのは今のところ14 Pro みたいな感じだね。でズームはやっぱプロの方が強いね。でチップは、まあ、13 Pro と14が同じチップで、14 Pro が、新しい A16 ということですね。でマグセーフいけますということですね。でディスプレイの詳細、そうフレッシュレートね。でピクセルも若干14 Pro の方が解像度いいですね。そうっすね。でサイズが、そう、あサイズ、あのねこれちょっとびっくりしたんよ。あの14と14 Pro ってインチ数一緒なんだけど、なぜか高さが若干違うんよ。だからこれケースちゃんとしたの買わんとはまらんよねっていう。しかも厚さも若干違うんだよね。これ多分カメラの影響かな、わかんないけど。あと重量も違うね、重いね、 206g。 そうだ、14と13 Pro は併用できるんだけど、14 Pro は併用できない。もう単体の商品買わないと合わんと。だちょっと不思議だよね。でお店行ってさケース買おうと思ったらさ、なんか13 Pro の商品のケース実は14もいけて、ってことは13用のケースも14ははまるってことだよね。13 Pro とサイズ一緒だったからってことだよね。で14 Pro だけ専用のやつ買わなきゃいけない。だからちょっとね選ぶの大変ですよ。ちゃんと選ばないと失敗しちゃいますよ。でもなんやかんやっぱ14 Pro の方がいいね。まあ最終的にちょっと僕自身はどうするかという決断の時なんですけど、多分普段の生活だけのことを考えると全然14でいいんだけど、
デザインだったりとか、あとはその動画を撮ることを考えると14 Pro の方がいいなって感じがします。14 Pro 今回買いたいと思います。はい、で、まだ予約が開始されてないので明日のね、午後9時からなんで、そこでねちょっと動画撮りたいなとは思うんですけど、価格見てみましょう。で14 Pro でまあ512で、金額がこの状態だと194,800円。20万、高え。今まであんま下取りを出すってことがなかったんだけど、ちょっと今回下取り出そうかな。6万8000、あ、そういうことか、容量によって違うのか。12 Pro の 256GB だと63,400円、下取り価格で。それを出せば131,400円ということで、結構だいぶ変わるんですよね。なんで今回ちょっと下取りありで予約しようかなと思います。でペイディで分割して買って、で、2年後ぐらいにまた新しいの出たら下取りしてっていうサイクルで今後やっていこうかなと思います。はい、というわけで、今回はですね、iPhone14 の、新しいのが出たということで、まあ、内容を見ているのと、僕が実際に何を買うかっていうね、決断をした動画でございました。まあ、多少ねちょっと前半の部分で皆様のなんかこう情報のためになればなとは思います。で、まあ、明日ね予約開始になりますので、僕はその予約に合わせて予約取りたいなと思います。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。